あなたは？リクだ。空の友達だ。空？空を知っているの？ああ。ありがとう。私を助けてくれたの？どうして？さあ、どうしてだろうな。聞いてもいい？空といつも一緒にいる女の子のこと。カイリのことか。カイリ、私にとてもよく似ている女の子。空が大切に思っている子だ。私、空とカイリのことを覚えてるの。私は作られた人形なのに、あるはずのない記憶があるの。この記憶は一体何なの？空は今どこにいるの？それは誰にも教えられない。どうして？お前の記憶は空の記憶からできている。私が空の記憶から？バラバラに散らばった空の記憶のかけらがお前に流れ込んでいるらしい。今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っている。でもそのかけらが私に流れ込んできている。だから空は目覚めない。ああ、その通りだ。今すぐにお前を空の元に連れて行けば、きっとお前の中にある空の記憶は取り戻せる。あなたの友達を奪っている私が憎い？いや、ただ悲しいな。ごめんなさい。でも私は今いなくなるわけにはいかないの。大事な友達がいるから。だったらお前にも考える時間が必要だ。考えるんだ、シン。自分が本当に帰るべき場所を。私の帰るべき場所？私に正しい答えが考えられるのかな。自分の考えが正しいなんて自分だけが決めることじゃないさ。シオンにも、それからシオンの友達にも、みんなにとって一番いい答えを探せばいい。わかった。ありがとう、リク。